で、これがここにセルのボタンがレッドライトのハイローがちょっと分かりやすいですけど、これがハイロー、みんなハイロー、上がハイ、なくなりそうになると、あ、ニュートラルは、まあ、ニュートラルで、オイルプレッシャーは、オイルが回ってるときはちゃんと回ってると消えるんですよ。で、例えば、まあ、それこそオイルが少ない、あんまりないとか、なんかどっかでトラブルが起きて正常に回らないとつきます。なんで、だってキーをオンにするだけだと、まあ、これでも走っててなんかこれがホワホワついたりとか、まあ、ずっとついてたりとかすると何かしらの異変があるよっていう。ドラグレンチとかって持っています？あ、持ってない。そうですよ。ま、9キロでしょ。
閉めない。そうですね。はい。これがこのプラグコードの差しが甘いと、火が飛ばなくて、はい、セル回るけど。嘘、やばいやばい、避難避難。じゃあちょっと雨が終わる。走り始めだけは、はい、結構回してないとダメかも。今ならまだいけそう。じゃあ後でまた。はい、気をつけて。